はい、皆さんこんこにちは三村智康です、えー、ネット囲碁学園という、えー、私が普段愛用している囲碁ソフトのご紹介第2回目なんですけども、えー、今回は AI、えー、皆さん一番気になるところではないかと思いますけれども AI、えー、リーラゼロを搭載することになりましたのでご紹介します。 最初はね、こういう画面からこのソフト始まるんですけども、えー、とネット教室、えー、先生が生徒に指導するような、えー、機能があります。そして、問題集機能、あとは AI5 番、えー、5番ツールの機能があります。このように前回紹介したと思いますが、えー、寄付を、語石を置いたり、えーまあ、好きなように図を作ったり、記録を取ったり、プリントアウトしたり、あとは、ギフアニメを作ったりですね、えー、そういういろんなことができます。 動画の作成もできます。そして AI を開くボタンがここにありまして、これは最近追加した機能ですね。私はいろいろリクエストをして開発者の方に作っていただいています。で素晴らしいことに、リーラゼロという AI をですね、今起動しています。これがですね、<laughs> このようにリーラゼロというソフト、大体いい今、プロキシーは使っている方一番多いと思いますけども、 一番使われている AI だと思いますが、えー、DIGI という、ね、それを、えー、AI の思考をグラフィカルに、えー、示すソフトがありまして、それと同じ機能をここでも再現しています。えー、今、まあそうですね、少し私が手を、えー、進めてみましょう。適当に置きますね。そして少し待ちますと、ここでリーラーゼロの次の手が示されます。水色が第一候補ですね。ここにマウスオーバーすると、 えー、これはあんまり数字出ないですね。<laughs> あのまあ、えー、勝率と検索回数が出ます。まあ、100ぐらいはすぐいくんですけど、これは、あの、まあ、これはあのグ,ラボグラフィックボードが載ってない、そんなに性能のいいパソコンでは今ないんですけども、あの普通に DJ を使うよりも、えー、結構数字はいいようですね。まだ、まあ、私3、4台しか試してはないんですが、決してあの性能的には。 使いいにくいものではありませんなので、えー、どんな方でもこれさえインストールすればですね、理事ってね、えー、インストールするのはちょっと難しいんですよ。これは少しパソコン詳しい人でないと、あのえー、できない、えー、少し手間がかかるものなんですが、えー、これはですね、このソフトは普通にダウンロードして、このソフト、えー、5番ソフトをインストールするだけで、AI は自動的に動きます。 でででですのですすすすす。のごく簡単おめそして右側にこのように参考図、えー、第1候補の手の参考図その後続きが出たりするわけです右上には、えー、このように評価値の推移がグラフになって出ますまだこれ平らですけどもっと握手が増えてくると例えばですねここで何かこう、えー、まあないと思うよ三々にこすんだりすると下がるんじゃないですかね 下に下がりましたね。さらに白がこの辺打ったりするともっドカーンと下がるかもしれませんが、これは下がったというか、黒が黒目線の形成の良さなんで、ここを白変なとこ打ったせいでビーンと上がりましたね。そして、どこか自分は気になるポイントをこの点をダブルクリックするとその局面に飛んで、どこの手がどうだったのかということをまた移動して調べることができます。こんな感じですね。設定に関してはですね。えーと 設定はエンジンを止めた状態でしかできませんが、このように考慮、えー、時間をこのように選ぶことができます。えー、ここは最強普通弱めですね。これはあの、まあ、パソコンへの負荷を弱くしたかったら、この弱めにすることもできます。大体は最強でいいのではないかと思いますけどね。こんな感じで、えー、そうですね。 使えますあとはですね、えー、これ、まあ、エンジン起動するのに少し時間がかかります。これはでもリーラゼロ理事でも同じですよね。あの <laughs> 対局、対局ができます、えーこあ。ちょっとこの局面からの対局になっちゃいます。これはあの盤面クリアしてから始めればどこからでもあの最初から打てるんですけども、対局、黒番を選びましたので、えー 私が黒を打つと相手リーラーゼロが考えます。今5秒にしたと思うので結構早くは打つとは思います。そうですね、これあこ,こに打ちました。これちょっと右上、ちょっといい加減に置いち,、ま、ち,ちゃいましたので、ここに打つんですね。ということで、4種類ぐらいの候補手と点数、評価値の点数が出て、まあ、それぞれマウスをそこに当てると、 その後の後予,予想進行が出ますね一回中止をしてあとは好きな寄付を開,く開いてそこから検討することもできるということですね。非常に画期的なソフトになっているのではないかと思います。AI の検索を手軽に使ってみたい。 けど、まだ使えなかったとっいう方は、ぜひこのソフト、えー、っと、リンクをね、概要欄に貼っておきますので、ぜひインストールして試してみてください。フリーソフトです。